混んでいいのかな、混んでいいね。「源氏物語」ね、そこへ座ったら「源氏物語」のねちょっとなんかお母さん関係あるということでね、今ちょっとお伺いして、弟がそれのね、はい、弟さんがそれやっておられたんですよ。それのをソリテです。はははは。あ、そうなん。私はだから映画で長谷川和夫が。和夫の。奈良の朝地ヶ原ご存知ですか？奈良公園のとこ。朝地ヶ原。奈良公園の中に朝地ヶ原っていうとこがあって、そこでロケしたんですよ。あ。先ほどの映画の「源氏物語」を、はい、長谷川和夫さんの「源氏」奈良でされたんですか？はい、はあ、全部じゃないけど、その紫のおぼろの月夜の君とのラブシーンとかね、それがあそこでしてるんです。その時そのナレーションとかなんかそういうの関係なしで、そんな何も見に帰ったんですか、撮影現場？あ、現場も行ってないですけど、映画見ただけですけどね。あ、そうなの。いや、なんか先ほどそのお子さんですか？映画の？いや、源氏物語でのなんか関係で博士号かなんかおっしゃって。弟様が。はあはあはあ。駒澤大学の教授で、それで文学博士ね。大学はもう最近定年っていうの、退官っていうのかな。退官ね。駒澤大学と国分なんかでも非常に有名な文学系でね、そこで博士号を取られたんですか？はい。源氏物語で取ったのか、なんで取ったのかは知らないけどね。はい。あ、そうなんですか。私、国分というのはね、ちょっと難しすぎてね、私の能力ではね、なかなか国分の立場から竹取物語を見るっていうようなことできないんですけどね、地名学とかね、それから文学的な形でね、あるいは民俗学的な形で竹取物語をまあ見るということで、ただ面白いのがね、竹取物語はですね、その源氏物語を書いた紫式部がその竹取物語を親として書いたというのを書いてますでしょ。はい、だから「源氏物語」ができたのも竹取物語がなかったらできなかったんですよね。そうですね。ねえ、だから案外「源氏物語」は皆さんよくご存知でね、テレビなんかでも取り扱われるんですけど、上手に焼けてる。ケーキがね、チーズケーキ美味しいですか？このチーズケーキあんま美味しすぎて咳込んでしまいましたいや、だから私は「源氏物語」もちょっと読み始めたんですけど、なかなか途中で誰が登場して、いろんな人物が次々と登場しますでしょ。それで分からなくなりましてね、でもう途中でちょっと断念したんですけど、ただ物語の中のなんていうのかな、竹取物語の策はというのが出てくるんですね。はい、ちょうどあれは何だったかな、絵合わせの巻というのがあるらしいですね。はい、読まれました？読んでない。私だからそういうのあんまりね、読まれてない。読んでない。その絵合わせの巻の中でね、策は絵は古瀬の近江、で策は紀貫之と書いてあるんです。紀貫之の名前は有名だからね。で紀貫之が関係してるのかなということでいろいろ調べていったら、確かに紀貫之が書いたと書いてあるんでね、まあこれは間違いないなと。で一般的に NHK なんかは「竹取物語」は紀貫之だというようなことをおっしゃるんですけど、ただ現存するひらがな混じりの「竹取物語」は紀貫之が書いたかもしれないんですけど、あれを深く読むと元は漢文でね書かれてたということが分かってきてるんですね。ですから平安時代の初めということで、紀貫之は平安時代の中期から後期ですから、あれは女性にも読めるようにひらがな混じりのね書き直したんじゃないか、ということが言われてるんですね。それが面白いんで、そういうことを勉強されてるんですね、弟さんは。弟が国分そうですね。ね、いろんな本も出されて。出してますね。その博士号を取るためには本を出さなくちゃいけないからね。そうですね。本を何冊か書いたり、うん、論文を書いたり。そうそう。それが学術的に意義があるということで認められないと博士号取れませんしね。すごい。弟には疎まれてるの私。え？疎まれてる。なんでですな。貧乏だから。貧乏金持ちはあまり関係ないと思いますけどね。貧乏金持ちはあまり関係ないと思うんですけど。おしゃべりだ。うん、でも大学行ってもそんな金持ちになれへんでしょ。そうそう。そんな本を売ってもそんなもんで印税でその飯を食うようなことできへんでさな。作家かなんかならね。そうそう。印税で飯食えますよ。大学で本を出したって学生に教えるための教材をまあ作るわけですから。そうですね。弟のお嫁さんがこの辺から来てますわ。は？この辺から。山城から？山城いうかね。なんていうとこかなあそこ。総楽郡っていうのもありますけどね。総楽郡でなくてね、なんかいうとこだな。まあまあこの辺ですわ。まあ言ったら郷土ですか。宇治とか田辺とか。田辺だと思う。え？田辺の辺だと。田辺の方の出身。あ、そうなの。今日来ていただいたこの田辺のどっかのご出身で奥さんが。また不思議な縁ですね。あ、そうなんですか。それまた不思議な縁。大森さんの元の姓は高橋さんっていうね、私も今日初めて。ああ、そうか。嫁に行って大森さんになって、元は高橋さんで、その教授の先生は高橋なんていうんですか。高橋文治さん。調べとこ。これもすごい人や。この前もね、公園にね、どこかな、この辺で漢学とか漢大とか漢学かな、なんかそういうようなとこも公園に来てますよ、弟。あ、そうですか。もうそれ源氏物語で博士号取られたんやから、もうそれはもうすごい勉強されてるわ。へえ、それはもう何大学だったかな今。駒沢大学やね。駒沢大学よく聞きますもん。文学的なね、権威のある。もう国立とかそんなとこよりもそういうところの方が自由に研究できますからね。なるほどね。これなんか今持ってきたんですか。葵の上の。これちょっと今ここちょっとたまたまね、このうちの博物館の研究されてる方がこの葵の上というのをね、この昔の和とじのね、あれをこれなんか書いたんですか。これはあれなんですよ。源氏物語で光源氏の本妻になるんですよね。葵の上が。葵の上というのは。これどうか面白いところないんですか。あれは昔から有名ね。その人が本妻いうのはね。ああ、私全然知らないんで、どういう葵の上というのはその葵祭りの葵が関係してきますね。こんなうちね。葵祭の葵ですね。ここから取ってるの。それが何言うてんの？葵。私全然源氏物は知らないんで。葵の上の巻があるという。あ、そうですそうです。なんて書いてあるんですか、葵の上には。これはね、六条の御息所が嫉妬してね、はい、それで葵の上に現れて、有名な話なんですけど、呪い殺されたんです。あ、本当。恐ろしい話だな。そうなんです。それがこれ脳の世界でね。これ脳の世界で、これは脳の本ですか。そうですそうです。ちょっと見つけたいけど、私その脳の本というともその指定とかないから難しいのなんかあるじゃないですか。そんなん書いてあるんですか。書いてないなそれ。源氏物語葵の。ちょっと見つけた。源氏これアップ取るかどうかわかりませんが、ちょっと無理やな。源氏物語葵の巻に取材したので。ああ、なるほど。ちょっと長のところもちょっと見せていただいて。チーズケーキボリュームあるからお腹いっぱいになって。あ、お腹いっぱいになりましたか。これそうですね。そうですよ。だからこれ半若ですね。はい。これ半若、私ども竹取容器の博物館にこの半若が展示されてますけどね。これ半若というのは女性のなんかその音量のなんかあれを表すんですね。女性の差がというか。恐ろしい存在と分かったんですけど、この葵の上にこれは朱雀院に仕え奉ると書いてますね。ああ、左大臣とかね。独自の目安どころが嫉妬に狂ってご自分で作ったんでしょ。あ、そうです。はい。どうやって作るの？これはもう簡単なんですよ。うん。そのチーズケーキ美味しいですか？チーズケーキがね、このかぐや姫サロン&カフェの名物になってましてねそれでね、ちょっと今これかぐや姫サロン&カフェとかでこんなんね、ちょっと今名物になってまして、最近ちょっと人気を呼んでまいりましてね、ゆっくりとね博物館を見学していただける方にはね、こういうここでいろんな竹取に関することとかいろんなお話をねしたりさせていただいてるんですけどね。皆さんも忙しいから、なんか1時間も足らずに帰られる方はもう博物館ちょっと見ても帰られるね。で、博物館というのは私もいろんな博物館行ったんですけど、もう古いものを展示して、してるだけでわからない人にとっては何も面白くない場所だということでね、これはダメだったなということで、私博物館学業の資格取った時にね思ったんですよ。やっぱり来ていただいた方に満足してね帰っていただくという工夫がねやっぱり必要やないかなと。でしょうもない博物館作ってしまったんですけどね。だから入館料500円ですけど、500円以上のね、もう5万円ぐらいの価値があるようなねもので、皆さんねいろんなものを吸収してねお帰りいただいたらね、博物館の価値もね、志賀直哉邸もね、志賀直哉隣にねこんな喫茶してる。奈良市内に志賀直哉邸だったかな、ありますね。あ、そうなんですか。こういうカフェを、はい、たくさん行かれてます？カフェで、はい、そうですか。こういうの必要なんですね、やっぱりね、ゆっくりとね。ほんで志賀直哉邸で私のね、志賀直哉邸で資料にな、私の書いた詩がね、資料になった。志賀直哉邸で。志賀直哉邸で私の書いた詩が資料に。その資料というのは何で、その志賀直哉邸に展示されてるんですか？それでね、だからそうして展示してたらいいのにね、展示はしてないんですよね、中に資料になって、だから初め頃は行った人はね分かったんだけど、なんか行った人が見せてくださいって言ったらね、分からなかったっていうのよ。ああ、もう学園とか変わられたりして、当時は展示してたんだけど、もうどっかしまわれたかもしれないね。だから私の友達が受付にいる日だったら分かるんですけどね、他の人だったら分からない。ああ、その詩が書いてあるというのは、その志賀直哉の詩が書いてあるんですか？そうそうそう、志賀直哉に関する詩を書いたわけね。何の気なし書いたんですけどね。はあ、ああ、そうなんですか。ということは、その詩というのはどういう内容のものなんです？なんていうのかな、干し柿2つっていう題でね、そこ行ったら、それ友達だからね、その子がその志賀邸にある柿を取って干し柿を作ってるんですって。そこの暇だからね、そんな志賀直哉邸もね、でその干し柿を私にくれたんですよ、何の気なしね。そしたら私がそれをね詩にして、志賀直哉も小林滝次が志賀直哉のファンだったみたいね。ああ、そうなの。で小林滝次とね志賀直哉でもうね2人でこの干し柿を食べてたんじゃないかっていう詩を赤旗に書いたんですわ、何の気なしね。そしたらそれを見た人がそこで資料にした。ああ、それはしばらく展示してたわけですね。そうです。もういつの間にかそれがどっか行ってしまったと。いや、奈良は柿が有名ですね。柿が有名ですわな。柿食えば金がなるなる法隆寺ねえ、あれ有名ですね。有名ですわね。誰、四季とか有名な人が書いて、誰だったね。ね、有名ですね。私今ポッと思い出した柿で。四季が書いてるんですか。いや、ちょっと誰か私。なんか有名な人が。有名な人だと思いますよ。これ非常に有名なあれでね。だから柿が有名だから、それにもかこつけて、志賀直哉邸の柿の木があって、でそこにそのもう一回なんかお話、どんな文章でして、干し柿を、その干し柿を志賀直哉と小林滝次でね、2人で食べたんじゃないかっていう。簡単な詩ですね。お母さんはその志賀直哉さんにお会いはしてないですね。してないんだけど、それを思い浮かべながら当時のことを詩に託されたわけですね。ああ、もう干し柿というと今もう若い、まあ知ってるかな、干し柿ね。今はもうあんまり干し柿ももうどっかの店行ったら売ってるぐらいだから、どういう具合に干し柿するのを知らないですよね。そうですね。わらでこうぶら下げたりね、あるいはこのむしろのようなところにね、並べてね、干し柿を、竹のねこういうなったところに干し柿をね干しましたわね。ああ、そういう風景があったわけですね、当時。そうですね。ああ、そうなんです。このアジサイ、あ、今日来ていただいてアジサイをお持ちいただいたんですか。これででっかいアジサイですね。これちょっと今うちのアジサイはね、最近はこう手で触るとこれだいたい大きさわかるんですけど、ちょうど今梅雨のね、この蒸し暑い、まあ最近はちょっと涼しいんですけど、蒸し暑い頃にこのアジサイのね、この花がね、花が和みますもんね。このアジサイはいい色ですね。これは色変わらないですか。これはまた変わりますね、もうしばらくすると。うちのお庭にある分は変わるけど、はい、どうかしらね。これ一回切ったもんは変わらないのかしらね。なんかちょっと途中で変わったりしますね。変わるよね。ちょっと赤っぽい色になったりね。白にもなる。あとホトトギスもいただいたんですよ。買った。ホトトギス。ホトトギスです。このホトトギス。どのこれホトトギスですか。ああ、私花にはあまり詳しくないので。まだ花が咲いてないけど。これいつ頃咲くんですか、ホトトギスは。もうちょっとしたら泣いて血を吐くホトトギスでね、そんなあんまり綺麗な花じゃないんですけどね、赤でも紫でもないような。ああ、そう、泣いて血を吐くですから、その血の色ですか、花は。そう、血の色っていうかね、赤色。はい、そんな色ですね。へえ、そんな言葉知らんな、知ってる？泣いて血を吐くホトトギス。このホトトギスは有名です。歌にもあるし、昔のホトトギスっていう有名な小説がある。昔のね。へえ、あれホトトギスはね、ホウホウケキョというのか？違うのかあれは。それはウグイスか。鳥のホトトギス。ああ、そうかそうか、失礼しました。花のホトトギスは違うわ。アホやな、私もな。もうほんまにしょうもないこと言ってしまいましたけど。いや、花にはいろいろ。そしたらもう凝ってはるんですか、家で。いや、全然。もう庭に咲いてくるんですか。全然自然映えと近所の人植えたのとで、私自身は何にもしないんです。ああ、そうなんですか。ああ、もう自然豊富なところにお住まいで。私がね、ちょうだい言うて。ああ、いや、いいですね。いや、昔アジサイもね、立派なアジサイあったんですけど、その後なんか植え替えてからね、もうあまり大きく咲かなくなりましてね。で、寂しなったなあ思ってるんですけどね。なんかもうそう大きい木になってね、アジサイが。あ、そうなんですか。まあアジサイはこれどちらかというとちょっとこう陰で水のね豊富なところにこう置いとかないとね、雨に打たれてね、水が豊富でなかったらなかなかこれ大きくならないということにもなるんで。いや、もう4時半だから、そろそろもう失礼しますかね。ありがとうございました。今日は楽しい話をね。はい、どうもありがとうございました。失礼します。